ITIP プラットフォームケイロスの解説動画をご覧いただきありがとうございます。この動画ではコントロールパネルの応用機能について解説します。具体的な内容としてはデリゲーション機能、スマートデリゲーション機能、パネルのスプリット機能についてご説明します。ソフトウェアベースのケイロスには従来の ME 数やキーヤー数といった制約がありません。素材やキーヤーなど目的に応じて組み合わせてユーザーが定義したものをシーンと呼んでいます。デリゲーションは例えばシーン1とシーン2がコントロールパネルに表示されているときにシーン3を一時的に呼び出す機能です。今回はこのプロファイルのデック1のシーン1をコントロールパネルの操作で一時的にシーン3に変更する設定を行います。デック1とは画面下の赤くなっているボタンになります。ケイロスクリエイターの画面をご覧ください。ミキサーのパネル画面を選択します。右側のパラメータービューのモジュールセッティングの中にソースオプションがあります。右側の鉛筆シンボルをクリックするとウィンドウが開きます。ここに表示されたシーンがコントロールパネルから呼び出すことができるシーンです。次にコントロールパネルに移動します。パネルのクロスポイントボタン右上の赤枠で囲ったボタンを長押しし、デリグボタンを押します。すると左側のボタンの表示が変わり、シーンが選択できるようになります。ここで選択したシーンはケイロスクリエイターで修正を行うことができます。またデリゲーションするシーンを追加する場合は、先ほどの操作で表示できるウィンドウ下のプラスボタンをクリックします。選択画面が開けますので、ここから追加したいシーンを選びます。複数のシーンを追加する場合はこの操作を繰り返します。デリゲーションを利用することでコントロールパネルの大きさに制限されない多様なオペレーション、多様な表現が可能となります。スマートデリゲーションは選んだシーンを自動的に展開する機能です。コントロールパネルの設定を目的に合わせて簡単に切り替えられるため、次に選択するシーンのアサインを変更してすぐにオンエアで表示させたい場合に効果的です。次に出す映像の編集操作をしたい、そのような状況に対応するため、使用頻度の低い上段部分のデック2に必要なシーンを随時呼び出しコントロールパネルで操作できる設定です。では作ってみましょう。ケイロスクリエイターのパネル画面で設定するプロファイルを選択します。まず上段部分のデック2を選択します。パラメータービューのモジュールセッティングの中にスマートデリゲーションがありますので、横の鉛筆シンボルをクリックしデック1を選択し PST を選択します。コントロールパネルに移動しクロスポイントボタン左下に ME1234 と表示されますので、表示された箇所に対応する白いボタンを押すことでコントロールパネル上半分に必要なシーンが呼び出せるようになりました。ケイロスではシーンを構成する素材をレイヤーとして管理します。通常は1列のボタンは1つのレイヤー操作に使用しますが、ボタン1列を左右に分割し2つのレイヤーを操作するのがスプリット機能です。1つのシーンにレイヤーが4つ以上ある場合に瞬時に効果的な映像の切り替えができます。今回はコントロールパネルの上下2列のボタンをスプリットし4つのレイヤーを操作できるよう設定します。コントロールパネルで上段のクロスポイント列一番右のボタンを長押ししながらスプリットボタンを押します。これで上段が左右に分割されました。下段も同様にして分割します。分割したクロスポイント列それぞれにレイヤーをアサインします。クロスポイント列一番右のボタンを長押ししながら割り当てるレイヤーのボタンを押します。これを繰り返し設定が完了します。このようにして多くのレイヤーを同時に操作できるセットアップが可能です。
Panasonic